はい、ご視聴ありがとうございます。何かぶんだよ。すまん。ハレデーホープスの鈴木です。ハレデーの高田です。先週、はい、逃走対戦が発売されました、はい、いや買っとけばよかったな。本当ね、値上がりがすごい。日本はどこにも売ってない。一パック500円も見た。もうね、めちゃくちゃ、ね、ポイントをね、すべて使ってね、バンカートン買おうかと思ったんだけどね。でも値上がりがものすごい。いいかって思ったよね。失敗した。いや、しかも今回中身もかなりレガシーに影響を与えるカードもたくさんあった。どこ見てもランセットみんな出してる。カードも引けんからね。レアボルトやな。しかもあとね、レアボルトだからじゃんなんだけどね、クリチャーじゃないからね、除去れない。そう、稲妻だとマイナスしてくんない。稲妻で落ちない。一生除去できんけどかね。本当にくせえ。マジックオンラインのレガシーチャレンジってポストがめちゃくちゃ流行って。あ、そうそうそう、ウギンのせいで。そう、ウギンと。もうこの前出されたわ。何、6万7万円。何で何で6円しか見たり。ポポン。きつい、でかい。そう、ウギンが今、置物触れられてる。そうそうそう、マイナスで JS が落ちた。ぐちゃぐちゃ。いろいろある。いや、今ね、本当にレガシー、かなり変化がついて、やっていって楽しいこと。ね、で、あとね、ワイのおすすめは2万1さんなんだけど。お、名前なんだろう。戦慄中の秘術師。あと戦慄中の秘術師。まずね、日本語が長すぎる。で、発音もしづらい。そう。みんな二日さんっていうか。あ、そう、二日さんって。あ、二日さんね。二日さんトランプルね。はいはい。赤い二日さん。赤い首相だから。ヤンパイトークもなぜか湧く。なんでかわからないけど、ヤンパイトークも湧くし、赤い放題も、あれ、複製できる。ポストの場面をさらちにしてやりたい。一回コピーして、まあ、もう一回打つときはまだ使わないから。うん、そうそう。複製コスト払うだけ。マックスだね。あ、マックス。ここバーン。ポストの場面をさらちにしてやりたい。本当にしてやりたい。クソ強い。あと、カーン。あ、カーンね。カーンの影響で、マヤコシンスの講師、今、7000の写真上か。むちゃくちゃ。いやカジュアルカード。決まるのあれ。あれはね、多分ウギン前提だと思う。ああ、ウギンがあると簡単に決まるか。カーン2万でプレイして。6万ウギン出してるから決まるもんね、止まる。あ、そうそうそう。確かに。しかも盤面はウギンで止まってる。まあ、ウギンそんなに中性値プラスして5かな。あんまり落ちない。まあ、確かに。そうそう。返しにカーンからロックして。ああ、なるほどね。よくできてるね。よくできてる。可能性がある。可能性の塊じゃない。そう。だからポスト流行ってるからね。そうそう、ポストね、強いよ。苦手な BTB 触れるようになったら全然違う。確かにコントの石舵とかが多いならデッキ強いね。ああ、そうだね。あとチャリスがそのデルバー系に強いから、もしかしたら本当にトップメーターになる可能性ある。そんなポスト、はい、など使うタイミングが、次のレガシー神挑戦者決定するのは再来週。ああ、はいはい、5月25です。5日。そう、近いので、このイベントは荒れると思います。大荒れだと思います。で、そんな今熱い闘争対戦のカードを使って、今回は鈴木と CM でレガシーのゲームをしていこうと思います。じゃあ、よろしくお願いします。これがあるんで、これでもやります。はいよ。シュッ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 。はいはい。もうちょっと費用です。あんまりマネガンしたくないんで、まあ、これ、あんま強くないんですけど、やります。じゃあ、先手。はい、じゃあ、どうするよ。
よはい、切った、はい、19。関数構えてそう。関数構えてそうやな。関数構えてそうだが。あーそっち。最悪。だからね、だから終わり。はい。だからあの生きるな。少しでもランド引きたくねえからな。お、もしかしてランド多めってね、あー、紛れてますね、これブレインストーム消されたら聞いてますね。ランド多めブレインストームが、あー、刺さりましたね。はい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 、出るば、いいよ、ゴー、よっ、1、はい、見た見た、よかったよかった、19、やめてやめてやめて、まあ11、まあ11ですね、11になってくれます。はい、終わり終わり、リハーツ、よっ、ドロッパンチ、はい、18、はい、2体目、はい、ドロー、人間速攻、はい、出しだ、19、はい、どうぞ、メドロー、はい、終わり終わり、戦術よ、はい、リーズ、リーズね、いまいち、18、はい、どう、パンチ、はい、ソフト、はい、最悪、参ったね、後ろにしかしてさ、状況少ないからさ、うん、そう、2枚引かれるとね、やったぜ、はい、しかし、いいですね、はい、はい、ドロー、はい、やばい、多いな、まずいですね、はい、取った、まあ、ちょっと待っても、ハンドがちょっとね、あんまりだから、ね、これもあんまりなんだな、これね、稲妻はいいんだよ、当たろうか、いいんだよ、どうするよ、なかったら強いからいいんだよ、確かに、ポルト、はい、ゴ、はい、どう、まずいな、いいキャスト、テフェリー、サンマのテフェリーこれ、これしてもだってね、どうせね、はい、どうぞ、はい、キャスト、はい、オッケー、ドロー、はい、ゴー、はい、ドロー、これもう何も飛んでこない、飛んでこないよ、エイリアン、エイリアン、エイリアン、あー、ベスト、どうしてー、いいね、触れたら気持ちいいわ、あ、まずいだし、ね、はい、そっか、はい、死んだ、22、はい、テレビクロス、はい、おい、ドロ、なんだっけ、なんで18の予定なんだけどゴー、引きすぎだろう、動画して、戦闘、はい、20、どうだってた、そっち込んだ、はい、どうぞ、混ぜて、はい、ドローして、プラス、はい、キャスト、オッケー、はい、オッケー、これもね、この状態が一番硬い、バリバリ、ドロー、悪くないね、ネメス、ネメス、いる、はい、17、オッケー、あ、大体負けなんだが、18、ブレインストーン見てももうダメになってしまったんだけど、マイナス、はい、4か、あ、バカですか、なるほど、ドロー、心が折れそうですけど、イジース、あー負けました、ベインソーが並ぶな、まあ、全部ランド、いや、ウィルトランドこれ、基本地形大量にあるんでちょっと弱いです、で、石火事とかで負けるんで、これ
消せるスペルがプレンズオーカーなんですけど、プレンズオーカー減らしてくるはずなんで腐ることが多いんですよね。あとこれ、これデプス用に入ってるんで、あとアンコウもバウンスできるんですけど、あのデッキネメシスバウンスしてもできないし、石火事そもそもバウンスしてもあんまりしょうもないんで、いきます。これちょっと打ちすぎると負けるんで、いきます。あのインの話入れるカードこれです。これネメシス触れるのと相手のポンダーとか結構同等にも当てるんで、まあ普通に青いデッキなんで3万円で、これまあバタースカルトちょっとですね。以上です。まずこのジェイス、相手のデッキにデイズもある、ピアスもある、まあ、そもそも不毛でツンダラも出せない、まあ、結構出しづらい。しかも盤面のクリーチャー1体バウンスしても何もしないんで、これ抜けます。レブもあるし、レブもある。サイドが特に4マナソーサリーターミングで、レブで弾けるとまあきついからね。カンスペ構えるターンがないんで抜けます。でビル、まあ、特にカウンターしたいカードなんで抜けます。失礼な話だ、カウンターしたいカードがないと。そっかね、カウンターしたいんだ。サイドバー除去が増えるんで、まあ、別に場に出てきたものをカウンターしないで、まあ、止めて吹っ飛ばすために思考の表記です。2万円。最近ジェイスとよく入れ替えで入る宮殿の監修、2万円。僕はジャスタタンだけど、そう除去になりながらね、ジェイスでバンしながらワンドって言ってるからね。しかもあと抜けた枠にちょっと石火事守ったりしたいんで、クラスターチェック入れます。あとヤンパイのトークンちょっと邪魔くさいんで、バカ焼き入れます。以上ですね。東方一家のこのエンブレム、これね、直せって言うから自分だけ引けるんだよね。相手引けない。本当だ、すごい。どうぞどうぞ。本当だ、どうぞ。気づかんかった。さっき僕が勝ったんでね。はい、じゃあ負けたんで先手いただきます。ほうほうほう、はあはあはあ、あ、いいハンドですねこれ。かなり何でもある。何でもあるの。何でもある、何でもあるけど、土地が欲しい。お願い、ちゃんとリップ状態。イエス、キープ。このマナカーブ通りにカードを出すだけでこのゲームは簡単。すぐそういうこと言うからね。本当にこのゲームは簡単。本当にじゃあワイもマナカーブ通りにクリーチャーを出そうかな。あー、きせきせきせ。あー、きせ。ちょっとね、話が違う。はい、はい、これカット。いやこのゲーム難しいな。ひっくり返ってくれ。ふっ、あー19、はい、アンチ19、お互い19。はい、ポンダ、はい、ポンポンポン、ちゃんと積み込んだ、積み込んだ。はい、そうか。あー、死んだ。今引いたんだわ。そういうこと言うかね。いやー、危なかったな。あー、やばい、やばい。いいぞ。お願いよ。セッティ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 、軽くサインドバッグで引き出しても結構割られちゃうから難しいな。どうぞ。 OK、 厳しいですな。あ、厳しいが。はい、ドラマ、ボルト、はい、あ、死んだ。逆に出てる。うん、さすが、上いくよ。1、2、3。あ、悪くないですね。それどっちがいいの。いいの、いいの、いいの。こうするか。ちょっとエッチ切ったっけ。19、コンバット、マッチ、17、ゴール。だろう。はい。うまいでしょ。うち。はい。16。はい。収益19。はい。手打ち。流れる可能性ありますよね。バイリフトの可能性あります。ないのか。うん、コンシェルジャッジのこと。え、そんなんでいい。いや、こんなんしてる場合なんだよ。
そんなんしてる場合なの？そんなんしてる場合なの？そんなんしてる場合なの？こんなんしちゃうような気がするけど。見る？見るだね。自分の感じ。そんなんしてる場合なの？はい。はい、どーん。11。11。ここのやつ。引いちゃった。引いちゃった。これここの大きな問題。引くかね。引いちゃった。引くかね。はあ引くかね。本当に本当にそういうところだ。え今このターンだ。今度は探してこない。引いちゃった。何の苦もせず。ご都合がいた。何の苦もせず。何の苦もせず引くのはね。どうかと思うわ。いいなかなか。嬉しいな。最高のゲームだよ KG は。ノー。おり、はい。はい、ゴー。ドロー。はい。はい、監修。対象。え、ここだ。おー、なるほどね。なるほどね。はぁ、やったか。やられたな。こうなんだ。はい、ドロー。はい、あー、しゃあない。はい、取られた。おいが、え、落ちちゃうじゃん。はい、最高か、この場面、もしや。なかなか厳しくなかった。え、どうしよう。はい、ワンドロー。ゴール。やさく、ベースト。しゃあない。完全なゴミになる前に引いとかないと。いつ起動できるかな。出すじゃん。出した。結果探すわ。うん、頼む、引かないでくれ。頼む、そうこれじゃダメなんだよな。え、何もないってこと。これ、そっか。これ、だんだん上げて、はい、じゃあ、お、ゴー。遠くに回して、ちょっと切ってなって、カモン。あはは。違うな。はい。コンバット。もうどうせ出るけど、出るけど死ぬけど。話す？ん？クラブ？ライフが9。ライフが今。クラブ。5。エンド、ドロー。はい、ほい。あ、よいしょ。ふん。取り返しなくて。あげねえけど。困るわ。あげねえけど。返せ。ほんだ。はい。チャイナス。お。ドロー。それは聞いてないわ。エンド。はいよ。ドロー。はい、ドロー。負けだ。はい。ドロー。先手。はいよ。すげえ。
まあこのカードこれ守ってちょっとこれが重すぎるのでね。はい、キープしましょう。次です。これ1戦目と一緒ですね。これあるんでこれ大丈夫です。これ切れると思ってます。何笑ってんだよ。なんかいや何もそうだ。どうふっうんどうどうなさそう。どっち？はい。平地持ってきて。はい。よっしゃ。まずいですね、これ。あんまり。まずいですよ。平地持ってきて。しかし、まずいですね。はい。まだ中級。はい。出た？出た。じゃあ。バターかなー。はーい。よし、来てていい？いいよ。18。リーズムどこ？こんな1個もう1回結構大豆残るもんね、最後のその後手でも。はい、じゃあ終わりだ。あっ、これ、フラスターをケアして、ポン引いた。ほう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 。見られるね。はい。はい。前のスメタで1番。はい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 。はい、楽しみだ。よくはないな。ちなみに、ほんと。そうっすか。本気の動機にはよいっす、プレミアム OK。 こっかチキンほいで、チキンで、18。今引きのボルトだった。なるほどね。いや、でも5時なのに。あ、確かに。これ処理しないといけないんですか。取れた。おう、いいです。OK。 入室が入室じゃないカードでしたかった、俺も。なるほどね。なんかそんなことになったのかな。まあ、復活率入った。まあ、おかしくブレインかな、ここは。よかろう。はい。ピンピンピン。凄まじい反応になったな。真っ赤。真っ赤。抹茶。抹茶。もうそうだ。で、食らって17。お互い10。どんな反応なんだろう。トランがどう。疲れた。あらう。デイツ。あ、なるほどね。どうか2枚ハンデル戻した。いや、1枚ハンデル戻して2枚まで払ったからね。オッケー、勝つされた。はい、ドロー。はいはいはい、パンチバトロー。4点くらって13。はい、ゴー。ドロー。さあ、どうしよっかなー。よかった。はいはいはい、ハンデルがはい。どっちもだったし。はい。はい。はい、よーつ。やばいよ。はい、はい、10。どう？これちょっとどう？はい。ボタンは。はい、ドロー。はい。ドロー。ドロー。オッケー。はい、チ。はい、ティー。なん？ゴー。はい、エンドに起動。オッケー。デン。はい。
肩を出して、ポン。さっき知った。はい。生きてるってことは、ドロー。ふん、生きてる。これが11で、うん、こっちが13。うん。どうすっかい。あれ。ドロー。弱い。デルバーアタック。マジ。こっち。軽い。はい。よ。よ。はい。こっち四。嘘だ。これ12になって九。はい。はい。シモを置いて。はい。よ。マジ。九。五。ダメージレスト。なってない。なってないな。はい、こっち。いいする。これが13で、チークが5。なんだよ。レブ。ポーン。落とされた。はい。終わり。あんた。あ、オッケー。お、ポンだ。ポーン。どうぞ。はい。ポンだ。いいよ。すごい。まあまあすごい。どういうこっちゃ。ピン。まずから。はい。ああなるほどね。ポンダ破壊砲台。オッケーオッケー。三。ライフ5あるよねまだ。うん。ライフ5。うんパンチ。はい。なん。よ。新レガシー対決をお送りしましたがいかがだったでしょうか。いや、良かったじゃないですか。ちゃんと、うん、ナーセットの強いところも見せれたしマウント取ってた、うん、1さんの強いところもちゃんと見せれたような気がしたけど、いやね、あれがバニールせいでね、稲妻ただ単に倍になっちゃう。そうそう、稲妻が倍、実はバマン、うん、言うわじゃない、なんか1機60枚なんだけどスペル倍になるから、ね、そうそう、スペル倍になる、おかしい、破壊放題意外とあ悪くない、かなり良さそうだった。よかった。よかった。よかった。控えめに言ってよかった。確かに。セフェリーちょっとね、もうちょっとこういうマッチアップ活躍しづらいから。受けるカードじゃないの、もうちょっとやっぱ攻めるでって。そうだね。あと、つやか、UR っていうマッチが良くなかったから。あ、確かにね。ミラーとかだと強いんだよ、多分。ミラクルには良さそうだよね、置いてやると。ミラクルが置くと強いかもね。総裁置いて、テフェリー置いて、スタックでポンダ。あ、そう、ポンダ、フォーテント。そっちだね。
実質コマみたいな感じ。確かに。シャッフルまでできる。開放だった。今まであんまり見向きされなかった。見向きされてなかったの。そうそうそう。一旦の能力のおかげで、やっとフューチャーされた。弱いカードじゃないからね、もともと。格闘全部破壊するっていう意味ではね。そうだ。UR みたいに赤がこういうと結構ね。使いやすい。クリネルとかよりは、取り食いしてる場合よりは、UR とかで赤、マナーを担保できるデッキの方が使いやすいね。そうだね。闘争対戦のカードのおかげで、値上がったカードがすごいある、話しましたと思うけど、あれなん、マイクシスの構成だっけ。そのあるし、あとね、制限1日のデッキもしないから、マーセット出してる。あ、そう、マーセット出してる。お互い攻めんだろ、1日しかいない。じゃあ、テフェリーの細工箱も上がってるんじゃない。あれはね、もともとちょっと上がってる。あ、ちょっと上がってる。そう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 。僕まだも、今ので置いてノーセットとか、今ので置いてノーセット置くと相手ワンドローディスカウト、通常ドローして追加ドローできなくてディスカウト、ハンドナイト何もできない。確かに。あ、すごい。テフェリーあとロックかかる。これデッチャ持てない。あ、確かに。デッチャ持てない。じゃあこっから闘争大戦めちゃくちゃレガシーが本当に楽しくなる。そうですね。こっからが楽しみで仕方ない。17、18とかめちゃくちゃキャンシップ用でスタンダードやりたいんだけど、今ちょっとねもうついレガシーがやってしまう。面白いから。面白い。そうだよね。いや、レガシーで活躍するカードってね、普通診断だと1種類か2種類ぐらいしかないので、それもね、ちょっと使われて終わりだったりするんだけど、今回試しで使って結果ダメだったなと思うけど、レガシーのカードどうしても強いカードが多いからね、そうなっちゃうんだけどね、今回はね、RTR のしぎれいのシャンパンね、しぎれい水瓶、全部強いみたいな状態でね、こんな感じだね。これからね、面白いね。期待してしまう。そう、期待してる。すごい、いろんなデッキを使って手貸しを盛り上げていきましょう。いろいろ使ってみようかな。というわけで、第10回ハレルヤコンバット2はこれで終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。じゃあご視聴ありがとうございました。